前回は、3月30日からかな、3月30日のチェルシー戦から、4月13日のシェイフィールドかな、シェイフィールドちょっと分からない、あれだけど、までやりました。でね、3月30日のチェルシー戦に関してはね、ほんと手も足も出ず負けたんですけど、その後のね、2試合は、まあしっかり勝ってね、なんとかね、また後で見ますけど、順位をね、キープできたかなというところです。で、まあ今回に関してはね、まあ前回も言ってますけど、移籍市場とかが閉まってるんでね、もう、一家の足で3試合くらいできるかなということで、まずリーグ戦をね、入荷すると。その後に、ニュートラルかな、まあカップ戦ですね。カップ戦準決勝かな、準決勝のウェスターム戦と、あとは、27日の、どこだ多分ゲーム内でチャンピオンシップから上がってきた子かな、ミドルズブラか。ミドルズブラとね、試合していければなと、思ってます。いいよ。ちょっと一刻も早くボール出してほしいな。ここまで来ても、いいね。いいパス回した。いいけどね。まあまあ、あ、ナイスナイス。この位置、この位置でかい。いけるいけるいける。攻めど。攻めど、やっぱそこのシュート性ないか。いいんじゃない？決めれば勝ち越し。いやー、そこでパスするなよ。ループシュートでよくない？今ループ行く発想ないか？お前。お前が打ってもいいんやぞ。じゃあ、ロナウド。ボールを運んでいます。する。そこで打つんかい。そこは打つんかい。そこは打つんかい。そこ打ってさっきの打てない選手がいるの？さあ、前半はここまでですね。まあ、性格が出るな。ハーフタイムです。なるほどね。いいね、ロナウド。いいよ、つない。コリンズ怖いな。コリンズ怖いよ。ドリブルで相手を揺さぶります。先制するチャンスを逃しました。誰だ今のシュート。完全に決まったと思いましたが、決定力が足りなかったようですね。このシュートちょっとあれだ、欲しいな。枠欲しいよ、枠。大事に行こう。あ、ロナウドいいね。いいアイデア。ネスキープできるか、ネス。いいよ、いいよ、いい聞き込み。ナイス。いいね。期待に応えたね。ナイスナイス。まあ、ロナウドがいいわ。でも、ここもポルトガルホットラインだからな。うん、ポルトガルホットラインがうまくいったな。ボールを浮かせてディフェンダー越しにここ打つだな。そしてこのシュートです。相手ディフェンダーが戻りきる前に、まあ、カウンターの形だな。それにしても強いですね。だからロナウドの高速カウンターというか、あのアイデアがやっぱりいいな。ヌネスもうめえな。いや、ヌネスもうめえわ。ナイスナイス。いいね。今の3人も全員ポルトガルだからな。これが俺が作りたかったチーム。チームポルトガル。いいね。大事に行こう、大事に行こう。いいね。攻めたいい動き。攻めたいいカバー。ナイスナイス。攻めたナイスカバー、ナイスカバー。いいんじゃない？シュートが弱い。シュートが弱い。シュート。うまいことミートできなかったかな。あー、グリズマンいいね。時間使っていこう。ナイスナイス。上がってきてるよ。上がってきてるよ。ナイスナイス。ナイスナイス。どこのイエローだよ。どこにあったそんな危ないプレーが。おいおい。危ないわ。ああ、危ないわ。ナイス、いいんじゃない？いやあ、ちょっとヘディング弱いけどね。まあ今のもキーパーがいいけどさ、キーパーがいいんだけど、逆をつくヘディング見たかったけどな。相手の逆をつくヘディング。そんな正直にまっすぐ打つんじゃなくて。ちょっとアイデア欲しかったな。ボールを近くの味方へ。危ないな。今のプレーは失敗でしたね。おいおい。イエローが出る可能性があります。もうネト大丈夫か。ネトやってるぞ。このモリニューでよくモリニューでようできたな。そんなプレー判定です。危ねえな。サリバ前、うまいよサリバ。ナイス。ここで試合終了。勝利したのはホームチーム。素晴らしい。勝ち点3も獲得です。これでかいよ。なんとか1点のリードで試合を終えました。この勝ち点3でかいよ。だからこそニューカッスル相手の勝ち点3でかいから。残った4チームが決勝を目指して戦います。いや、4チーム。ウェンブリースタジアムからお伝えします。4チームやん。来たぜ。
準決勝俺たちは勝つぞ。俺たちウルブスの記念すべきタイトル。てか多分歴史的に見てもあれなんじゃないか。ここ近年のウルブスに関してはプレミアのタイトルってほぼないんじゃないか。天気は晴れ。今日はピッチコンディションに恵まれた試合になりました。プレミアリーグの前身とかの時にタイトル取ってるとかで、近年は取ってないんじゃないか。このウルバーハンプトンワンダラーズの歴史に残そう。ここまで来たんだ俺たちは。エバートも倒したエバートも。ウエスタム対ウルブスか。いいね、いいメンバーだ。素晴らしいメンバー。インター発表。最近はロナウドいいよ。かわいいね。この人のインタビューを惜しむ声が相次いでいますね。ナイス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 。相手クリスティアーノ・ロナウド。あーそこで戻す。まあ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 、あーあー戻、あー怖い、あー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 。ディフェンスの見事な変なとこで変なとこで回すなお前ら。ダイレクトパス良くねえな。なんか変なとこで回す癖がついてるわ。良くないわ。ナイスナイスナイス。アントワーヌ・グリーズマン。グリーズマン上手いね。冷静冷静。グリーズマンがゴールに向かう。いやー相手が早いな。打ったー。ナイスー。いいねー、いい緩急がついたシュートよ。ナイスナイス。これ引きダングレで見たいな。パフォーマンスキャンセルされたな、サリバに。相手のキーパーが前に出たのを見て、この選手はあそこからでも決めてくる力を持っているんですね。ここから入るんか。与えてはいけません。うわあ、まあこれキーパーが、まあでもまあこれはスニーシュート。うわあ、無回転、無回転じゃない？ナイスナイス。フォローに来ています。カウンターのチャンスです。いいね。いやー怖いよ。中いるよ。ああ怖い怖い。ナイスナイス。ナイスナイス。惜しい場面でしたが、最後はキーパー。そのポルトガルだ。危ないとこ飛ばされたな。危ねえ。同点に追いつくチャンスを逃してしまいました。さあ、よしよし、いいね。数いる数いる。いや、空いてるな。危ない。危ない。変に跳ね返ってコース変わるのが怖かった今。キャプテンシーあるんだから変えるなよ。俺が変えてきゃよかったかな。コンピューター頭悪いんだよな。あ、ナイスナイス。ごちゃごちゃしてるって。ナイス。入ってない。今入ってない。ゴールライン割ってないか。大丈夫か。今ので入りませんか。危ない。空いてる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 。危ねえ。同点に追いつく絶好のチャンスでしたが、残るか。ゴールランでシステムね。残り時間を考えると今のミスを後悔することになりそうですね。危ない危ない危ない。さあの1ミリ耐えたな。キャプテン危ない。ほらほら、おいおいおい、危ねえって。おい、いやキャプテン変えるのよ。だからコンピューターエミルソンなんかしてるからだろうなあ。全然全然統一感ないもん。キーパーがセーブします。ナイスナイス。ここでホイッスル。危ねえよ。アベーチームが準決勝、マジで危ねえ。決勝進出を遂げました。勝てたからよかったけど。抜けない展開でしたが、最後までしっかりと1点のリードを守り切りました。ノリッチシー勝てなかったか。頑張ったけどな。お前らと会いたかったよ決勝で。ノリッチシティ、お前らと俺らで決勝してたらクソ熱かったのに。結局アーセナルか。頑張ったけどな。この1点、ノリッチシティの思いも継ぐわ。ちょ、ノリッチシティからなんかもらってくるわ。ノリッチシティのキーパーグローブもらって、サーガーつけて戦うわ。絶対にノリッチシティの思い受け取ってくるから。今のが決まっていれば序盤から。そこもいいね。相手のキーパーが見事でした。うまかったけどな。スムーズにボールを回します。ナイス。ああ、つなぐ。チャンスでしたが、決められませんでした。でもなんかダイレクトパスがなんかあんまり印象良くないな。対応しましたね。なんか
そこ繋ぐんだってのが多いんだよな。高いパスが味方に出る。オフサイドじゃない？そうだよな。ここはオフサイドです。オフだろう。ちょっと飛び出すのが早すぎましたね。舐めるなよ。もうワンテ。いいね。南米選手権熱いよな。ここは行かせない。タックルで止めます。完璧なタイミングに見えましたが、わずかにオフサイドだったようです。え？オフで？え？あいつ、ちょ、俺ごめん、サッカーにわかなんだけど、あ、26番は何？え、ちょ、あの26番は何？じゃあ。ちょ、めちゃくちゃサッカーにわかなんだけど。え、今の26番は許された？あれ。あ、そうなんだって俺もあれは勉強だったけど。相手からプレスを何してんの？サリバ。リードを奪いたい。サリバ。これはゴール。サリバ。オウンゴールとなってしまいました。何してんだよ。おい。何サリバの今しょうもないプレー。オウンゴールになってしまいましたね。貸したくねえのお前。まあこういうのはついていなかったと思って切り替えていくしかないでしょう。ついてなかったとかじゃないだろう。パリアが絡むのおもろいな。めちゃくちゃ守備の貢献高いんだけどな。簡単に絡む。おいおい、チャンスを伺います。勝つ気ねえやん。しっかり読んでいた。拾いに行けよお前が。このファールはミドルスブラですね。どんなとこでカットイン入ってんだよなあ。びっくりしたわ。プラム対ウルブスって出てきてバグったんかと思ったわ。グリーズマンに戻します。ナイス。いやか早えって。キーパーの胸に打ってしまいました。もっと大事に行こうよ。ファール、ファール、さすがにファール。かなり無茶なタックルでしたね。ナイス。パスをカット。大事に行こう。いい読みでした。めちゃカウンターしたのに。めっちゃカウンターしたのに。トラオレいいね。いやーボールはバーの上を越えました。ドラオレ。交代選手がピッチ。シュート性高めようよ。お、いいんじゃない。チャンスになる。ロナウド落ち着いて。クリシアーナイス。同点ゴール。ナイスナイス。これで試合は振り出しに戻ります。いいね。諦めてないわやっぱこの男は。すごい情けないプレーよ。うん、 FIFA でしかありえないプレーかもしれない。それでもいい。それでもいいよ。中断していた。やばいよ。3分しかないの。3分しかない割につなぎすぎだろお前。前後ろで時間ねえんだぞ。パリーニ。戻すな戻すな。運べ運べって。ラストチャンス、ラストチャンス。あー終わった。試合終了のホイッスルです。勝ち点1は痛いって。ウルバーハンプトンはこの一戦もドローで終えました。優勝なくなっただろこれで。楽勝かと思われた試合で引き分けですから。シティが負けるわけないだろう。結果になったと言えるでしょう。あーもう終わった。まあ1試合少ないけど、トッテナムと勝ち点3離されて、マンチェスターシティと5だもんな。負けないだろこいつら。負けてないやん。てか0敗です。シティ0敗。23勝12引き分け。おもんな。こいつらマジおもんねえわ。しょうもな。やってられんわ。次回フラムと、てかもうシティ以外というか残りのリーグ戦全部、勝つぐらいの気持ちでね、文句なしの、まあ、3位もしくは2位もしくは1位取るってのと、本命は FA カップ決勝、アーセナル。これだな。ここで1個タイトル取ればね、最低限、俺が残したものはあるから、いいかなと思います。はい。ってなところで、ね、終わろうかなと思います。はい。お疲れ様でした。